こんばんは、 MSTB ニュースの時間です。まずは二輪の話題から。ホンダの公式ニュースリリースによると、ホンダ技研工業株式会社は K 二輪スーパースポーツモデル CBR250RR の外観を変更するとともに、装備を充実させ2023年2月20日月曜日に発売します。今回、外観はフロント部からサイドカウルにかけ、レイヤー構造を採用し、エッジの効いたよりシャープなスタイリングに変更しました。エンジンは令和2年排出ガス規制に適合させることで環境に配慮するとともに、ピストンリング、シリンダーヘッド、カムシャフト、吸気ポートなどエンジンの細部を見直すことにより、最高出力を向上させています。足回りはフロントフォークに倒立式の昭和製セパレートファンクションフロントフォークビッグピストンを新たに採用し、路面追従性が従来よりも向上しているとのことです。電装系はスリップしやすい路面での安心感に寄与するホンダセレクタブルトルクコントロールを新たに標準装備しました。また新設定のハザードランプには急性同時に高速点滅することでいち早く後続車に伝えるエマージェンシーストップシグナルを採用し、装備をより充実させています。主なスペックは排気量 249cc、 最高出力および最大トルクは42馬力 13,500 回転、25ニュートンメーター17,750 回転、車両重量が 168kg となっています。カラーリングはスポーティーでレーシングイメージを印象付けるグランプリレッド、シャープなスタイリングを強調し力強い印象のあるマットバリスティックブラックメタリック、上質感と洗練された印象のあるパールグレアホワイトの全3色を設定しています。メーカー希望小売価格はグランプリレッドが90万7500円、他の2色が86万9000円となっています。続いて4輪の話題です。ステランティスジャパン株式会社は1月18日シトロエンのベストセラー MPV であるベルランゴの3列シート7人乗りロングボディバージョンベルランゴロングを全国のシトロエン正規ディーラーにて発売しました。ベルランゴは2020年10月の日本導入以来、シトロエンの国内販売台数の約半数を占めるベストセラーモデルで、ユニークなスタイル、優れたユーティリティやドライバビリティ、そして快適性など、ファミリーユースをはじめ趣味・仕事のパートナーとして幅広い層に支持されています。ボディサイズは全長 4770mm、 全幅 1850mm、 全高 1870mm、 ホイールベース 2975mm となっています。ロングホイールベースと乗り心地にこだわった足回り設計がシトロエンらしい走行安定性を実現しているということです。パワートレインは現行のショートボディと同様に定評のある 1.5 リッタークリーンディーゼルエンジンに、電子制御発足オートマチックトランスミッションを組み合わせて、低回転からの高トルク、そして最新の排気浄化システムをによる極めて高い環境性能を実現しているということです。メーカー希望小売価格は443万3000円から455万4000円となっています。最後はモータースポーツの話題です。北米最高峰に位置するモータースポーツのカテゴリーインディカーシリーズに参戦しているチップガナッシュレーシングは2023年のインディカーシリーズに
佐藤拓磨選手を起用すると発表しました。佐藤選手はホンダのドライバー育成プログラムである鈴鹿レーシングスクールを卒業後、フォーミュラーワン世界選手権に出場し、2004年アメリカグランプリでは表彰台を勝ち取りました。インディカーシリーズでは2010年から参戦を開始し、2017年と2020年にはインディアナポリス500マイルレース、通称インディ500を2度制覇しています。今シーズンは自身3度目の優勝を目指すインディ500を含めたオーバルコースで開催される複数のレースに参戦するということです。佐藤選手は2023年チップガナッシュレーシングに加入できることに言葉では表せないほどの期待と感動を抱いていますなどとコメントしています。以上 MSTV ニュースでした。はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、はい、2本目のニュース読んでいただきました。はい、まあ、まず今回はですね CBR25、はい、RR、 あの忍者乗りとしてどうですか。忍者乗りとしてかっこいいですよね。もちろんね川崎忍者今 ZX25R とも対抗してるけど、やっぱ CBR ってなんか中心的な存在、この250スポーツで、で周りにいない？CBR はいましたね。いましたか。いました。やっぱ大学生とかスタートの時に CBR 乗ってるっていう子は、うんうん、でやっぱ CBR なのか忍者なのか、それか、うん、まあ、R25 とかなのかみたいな選び方で皆さん、はい、まあ、4メーカーね、ヤマハ、スズキ、川崎、そしてホンダ。でやっぱりどうなんか あればやっぱりこうホンダが中心的な存在になって、でもやっぱりね、うん、まあ、売れる要素を随分ね、うん、かっこいいですね。かっこよさ、エッジの機器でパワーとかそういうのをちゃんと上げてくるとか、あと、まあ、基本性能はね、今回トラクションコントロールまでついてるでしょ。いろいろね、なんだろうな、抜かりないなっていうねたまにホンダさんも外すというかね外すというか、なんかこうなんだかな、違うところ路線に一人で行くことがあるんだけど、やっぱりこういう売れてるところには中心的には入ってくるな、うん、で必ずその友達の中では必ずホンダ乗りが、ホンダ乗りがあとメインな気がします、うん、メインって言ったらダメですね、まあ、そうなのよ。やっぱり一番人口が多いんじゃないかなって個人的には思ったりしちゃうんですけど、うんうん、じゃあ鈴木のイメージは言っちゃダメ言っちゃダメな気がする。怖い怖い。いいよいいよ。言い方よりも バイクばっかが鈴木みたいな。おお、いやいや大丈夫よ。うんね、うん、鈴木、はい、ちょっとマニアックみたいな。じゃあヤマハのイメージは。ヤマハのイメージはなんか、うん、まあ、まあ、ヤマハ好きなんやろうなみたいな、レースとかきっと R1 とか好きなんだろうなみたいな、はいはい、あとはアメリカもあやは、ね、ヤマハのイメージですね。ドラッグスターとか、ね、ドラッグスターとかで。じゃあ川崎のイメージ。男川崎。あ、いまだに言うんだ男川崎って。男川崎は私の世代でもやっぱり。多分古いって言われるよ。いやいやいや。今ね、今女子受けすごいからね、男川崎ってもう言わなくていいレベルだから。私もあれです、うん、女川崎っていう T シャツを川崎さんが出してらっしゃって。うん、そうなの、いいのよ。持ってます持ってます。うん、そういう風になってるし、もう川崎プラザなんてもう女子受け俺はすごくいいと思うしね。はい、ホンダのイメージは、はい、ホンダのイメージは、うん、ザ優等生。いまだにそれ変わんない。 いいのいいの、昔からそうだしね、昔からそうだし、うん、まあ、ザ優等生でも、ね、真ん中ど真ん中を走ってる人たち、うん、人っていう感じ、優等生じゃないんだよな。だけどなんだろうな、困った時はホンダっていう、俺の言い方が悪いかもしれないけど、困った時はホンダっていうのと、あとね、バイク何でもいいって思ったらホンダっていうね、まずはホンダ買ったらいいよ、何買ったら悩んでるんですけどって言われたら、メーカーの好き嫌い何それ、え、なんでホンダ乗ってんの、いやバイクに乗ろうと思ったからぐらいの勢いだとホンダっていうね、そういう俺このイメージはねあんま良くないかもしれないけど、まあ、それだけだから誰にでも乗れるようなバイクってことですよね。まあね、そういうね、それだけだ
教習車って大体ホンダじゃないですか、うん、あれはあのメーカーのネゴシエーションがいろいろ入ってる大人の事情があってあのその力が強いっていう。あと白バイもホンダのイメージ、もちろん鈴木も別にヤマハもみんなあの国の仕事を取った時には当然来るけどね、うん、ダメだ言っちゃ あるんですか。あの大丈夫よ。えホンダ以外の白バイってあったんですか。ありますよ全然。 GS の時だってあるし、全然ヤマハの時だったし、今はボルドールでしたっけ確か。今 CB1300 使ってますけどね、はい、川崎の時があったな。川崎なんか川崎の地で何その川崎なんかって川崎いや、ね、やってると思うんだけどね。なんかすごいいろいろ見逃しそうな白バイ、うん、川崎の白バイだって怒られそう。それこそ昔で言ったら目黒の時代があったんじゃない。白バイが目黒の時代ってあったよと思ったよ。多分その一番最初の頃ってそう 白じゃないけどねその時はね、警察のバイクとして目黒を使って。その事件とかあったあの当時ですか。ああじゃあそれはまだもうその時はもう違うな。その時も白ですもんね、うん、白バイの白って。その件の時あれバイクなんどこのメーカーかな。すごい話題になりましたもんね白バイの方のは、うん、これ言えないよね。うかつになんかあんまりいいイメージじゃないから言えないけどいやこれ普通だってニュースとはまただいぶ違うけどね。いやいいいい面白い面白 い、 いやでもやっぱりやっぱりすごい ド直球で絶対人気出るんだろうなっていうバイクです ね、いやまあもう俺は他の排気量帯で外したりするけど25外さないなって思ってる本田さんはすごい。あそその次中型スポーツ、うん、はい次はじゃあステランティスジャパンさん、うん、ベルランゴ、うん、あのシトロエンっていうメーカーは知ってる。いやシトロエン知らなかったんですけど、うん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 、このマークを見て、うん、街で見るなっていうので、うん、分かった感じですね。一時は日本でシトロエンって言ったら本当にもう旧古いもうね必ずね、まあ、なんかちょっとねあのどっちかの映画抜けて傾いてるぐらいの勢いっていう雰囲気あったけど、近頃やっぱりいい車と、うんまあ、その取り扱いとあと何といってもおしゃれ。そうですね、あのねこの外のこういう使い方とかも、うん、え車でこういう使い方するのって家電製品みたいなあのデザイン力で内装もちょっと内装見られる内装もえこれ車なのっていうね。これあのポイント色ポイントがまあかっこよくなるけど、ね、こことかも綺麗ですよね。色をちょっと変えてシートの形見せてよ。シートの形さっきあったでしょシートこれこれさなんか今時車のシートってもっとフィット感とかっていうその人間工学いらないみたいな。3列目は取り外してるらしいです、うん、あのまあでもデザイン優先っていうのがねすごく効いてるよね。おしゃれですね確かに、うん、だからね多分マーシーには分かんないかもしれないけど俺的にはこのシートを全部取っ払してトランポリしてみたいというふうにしとるやん。えバイク積むせっかくこんないいシートがついてくる全部もったいないけどこの高さでは無理なんでやっぱ全部外さないと。ただフロントを倒すと3メーター超える長尺物が乗るっていう、この長さがね、はい、高さが多分足らないと思うからね。でもこれねまたシートを外したりするとって言っていろいろ起こるあのクレームが入るといけないんだけど、でもシトロエンでトランポって俺あんま見たことがないから一回やってみたいね。もう全部外して確かに もったいないなって思っちゃいますけどかっこいいと思います。我々いつもそうだもんバンと言ったらもうシート外せっていうね、うん、バンでワゴンだけどね、うん、だからシトロエンはね、まあ、おしゃれだね、うん、最近それこそ、まあ、あの車中泊ブームとかも来てるじゃないですかうんうん、うん、そういう意味で言うといいんですかね。車中泊しやすいのかなと思ったり、うん、車中泊したことある？あの貧乏旅行でっていう。あるんだまた出たよマーシーの男力。いやなんでそういう可愛い雰囲気で車中泊があります貧乏生活。貧乏旅行だとね、うん、やっぱり俺らはレースで全日本出てる時にもう本当にそれこそ終わらないから車中泊でずっと行くっていうのもあったけどね。女の子はしない方がいいよ本当に、ね、ちょっとやっぱね寒かったりとかね。寒いとあと怖いのもちょっとあったりもする。あそうだよ、まあ、そっちだよね。あの車にでも持ってもらってると思ってますけど、うんうん、はい、マーシー力だなやっぱりな。最後の話題がですね、はい、佐藤拓磨選手が、はい、
インディカーシリーズに。これね、うちのディレクターさんがちょっとうるさいらしいのよ、ここについては。チップガナッシレーシング、うん、チップガナッシレーシングってもうこれ、うん、インディーでは名門です。名門なんだ。3強に挙げられるチームで、うん、ほらもう、うん、インディーに詳しいというね。まあ1990年にチームを設立してるんですけど、うんうん、このまあもう変わる？いいよ、変わいや、変わらなくていい、はい、まず96年にジミー・バッサー、ああ、はいはい、はい、97年、98年はアレックス・ザナルディ、F1 走ってた。ザナルディ、うん、はい、で、わかるよ、聞くね。で、99年、うん、これも F1 出てた、うん、ファン・パブル・モントーヤ。モントーヤ、モントーヤ、うん、これもインディーの時にチップ話、チップ話なんだ。で、そこから2003年、2008年、うん、2013年、2015年にはスコット・リクソン、うん、で、2009年から2011年にはダリオ・フランキッティがそれぞれシリーズチャンピオンを取っていて、うん、今挙げた名前はディンディ付きだったらみんな知ってる名前ですよ、うん、そこに佐藤拓磨が入ったってことは日本人がこんなチームに入るって、あ、うん、そこの驚きなんですね。で、今回佐藤拓磨選手は、うん、23年に、全部で5回ある、うん、オーバルレース、インディ500を含めたオーバルレースに出場するんです、うん、で残りの市街地コースとかっていうのはあのF2 チャンピオンを取って今年、うん、2023年に入ってくる新人のが乗るということで、うん、なるほどなるほど。へー。で、拓磨選手は17年と20年にインディ500、うんうん、これも日本人初ですよ、うん、それは制覇していて3度目の制覇を狙って今回、今年走るだろうと、うん、もうやっぱ佐藤拓磨選手はやっぱりもう世界的な選手にもうなっちゃってるってことですね。もうあの世界の名門チームが欲しがるレベルっていう、本当そうですし、うん、今までの日本人ができなかったことを全部塗り替えてやってきちゃった、うんうん、マカオ F3 でチャンピオン優勝して日本人初でしょ、うんうん、で F1 行って、うん、2位表彰台ですか、うんうんうん、でアメリカ GP で、うん、そうね、でそういう記録を打ち出してきた選手なので、うん、まあこれはね、なんだろう、日本の中でのニュースとしてはやっぱり、まあ、喜ばしいことだし、まあ頑張ってほしいですよね。もう世界のモータースポーツで日本人がこんだけ活躍してるってなると、やっぱり日本人が出てると日本の人はね、応援したいですし嬉しいってで興味持ちますしね、うん、そう、でもね、ニュースが少ないのよ、日本の中でのニュースが。もう本当にね、野球とかはね、確かに、まあ、野球で言ったら同じだよね。そういうこと、大谷選手が大活躍してると同じレベル、うん、レベルなんだけど、まあ、大谷選手は夜チャンネル開けばファーナルズ出てくるけど、佐藤拓磨なんで毎回夜出てこないんだっていうレベルを、まあ、我々はね、だもっと押して、もっとその、うん、ね、夜10時のニュースとかでこう、そうよ、活躍が見えるような。だからマーシーは夜10時になったらここに来てあの佐藤拓磨のニュースを、今日はどうしたよ佐藤拓磨みたいな、ね、今日は佐藤拓磨がこうだったっていう、そうそうそう、それこそだって練習風景だってね、野球だったらこう流れるけど、言ってんのにね、分かんないですもんね、うん、まああのテレビが取り上げないなら MSTV が取り上げようじゃないかっていう、そういうことです。そうしましょう、ね、じゃあこれからは日本人選手の活躍を MSTV が、もちろん追いかけていく、うん、あのうち の, あのそこのディレクターさんがめっちゃ今すげえそこ食い入ってるんで、ね、佐藤拓磨は本当にチームから知ったみたいな、町田出身ですからね、うん、町田出身、あそこまで知らなかったよ、和光大学附属高校ですから小田急線乗って、すげえローカルな話だけど、すごい横様ですからね、うん、あ、じゃあ出たよ、片山右京さんだって町田でしょ、おお、町田は、そうなんだ、じゃあ町田は結構さん、すごい人を輩する F1出てる人2人もいる、すごい、なるほど、じゃあ町田もっとね、町田氏がもっと頑張って、ね、いっぱい町田氏から予算もらってやりました、ね、そういうレベルだよね、そうですよ、それだって地元から出たドライバーたち、うん、世界に活躍したっていう、ね、世界のドライバーっていう、町田市民体育館に あの銅像がみたいな体育館なんですか、体育館で分かんない道路とかの話ですけど、座間市からはあの今大注目の井上尚弥選手、そうなの、座間ですよ、へえ、座間市役所には拓磨選手のトロフィーとか、うん、高校生の頃アマチュアボクシングで記録作ってなんか全部飾ってありますから、ちゃんとあるんだ、あるんだ、そうだね、だからじゃあそれを町田氏は佐藤拓磨選手とか片山選手とかにやらなきゃいけないと思いますね、誰がそれを言うかだね、 MSTV それ
MSTB が MSTB でみんなで言おうか。今度じゃああれしましょうよ、うん、MSTB で佐藤拓磨選手の聖地を巡る町畳をやればいいんですか、うん、行く。そしてここでよく食べてたらしいですみたいな、ね、そしてドライビングテクニックがこのお店でご飯を食べれば、うん、そうそう、攻略するか。そこまではやるんだけど、あの予算の関係上なぜか佐藤拓磨選手一切出てこない、ね、その話で盛り上がって飯とか食いに行くんだけど佐藤拓磨選手一切出てこないって言って、丸山さんの力で呼べませんか。いやいやいや別に全然話そう。俺でもね、マカオで会ってるのよ実は、マカオその時俺確か行ってるはずなのよ。でまだね、日本人がって言ってる時に、おおすごい選手出てきたっていうのももちろん感じてたし、片山右京選手と、俺片山右京選手とね、沖縄でジェットスキーで争ったりしてしたことある。いやまた豪華なジェットスキーのジェットスキーで正面衝突しそうになってる右京さんと。実はあのただ単に遊びに行って、たまたまお会いして、そう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 、でジェットスキー2人で乗って、やっぱり2人とも全開にしたのよ。全開にして行ったと思って帰ってくる時に、向かい合わせで帰ってきて、ビュー、どっち避けんのどっち避けんのって言いながら、うまく、こういうジェットスキーの事故のよくあるパターンを片山右京さんとやってしまったというですね。さすがやっぱトップ選手同士だから、ね、全然大丈夫だったという、うん、あのもう本当にね、そういうなんだろう、やっぱりモータースポーツ文化ですから、日本の中でのやっぱりその文化的向上はね、うん、MSTB やんなきゃいけない、はい、チャレンジ女子アナとしてもそこをね大事にしていったら、はい、あの本人がいなくても、はい、そうですよ、盛り上がって頑張って盛り上がっていきましょうね、いきましょう、はい、はい、やばい、結構今もう経っちゃったよ、うん、そろそろ締めとかないと、はい、うん、では、はい、今日は、うん、ホンダから新型 CBR250RR と、うん、シトロエンから3列シート7人乗りロングボディバージョンベルランゴロング発売について、そして佐藤拓磨選手がチップがなしレーシングに加入したという話題について、チャレンジ女子アナ7期生の小川真代がお伝えしました。はい、はい、そしてあれ MSTB ナビゲーター丸山ひろし、マシマシュマシロ、マシマシュ、はい、マシマシュマシロマシマシロありがとうございました。ちょっと言えなかった。